Wow. Look at that chasm. どうも、こんばんにちは、ホビドワです。マーク・オブ・ザ・ニンジャ、プレイ再開していきたいと思います。もうラストらへんなんじゃないか？雰囲気がラストなんだが。これは危ない。Oh. Guess I'll have to find another way around. いや、大丈夫だって。Go on. I'll catch up. This place is ancient.なるほど。早く行けってことか。あ、終わった。終わった。どこから行け？あ、こっちでやってたの？どういうこと？あ、上に登れるのか。気づかなかった。そう、もっと注意深く見ないとな。せるな。かThat corridor is full of poison. If you move fast, it won't kill you. I just hope there's fresh air on the other side. あ、なるほど、あるな。間に合った。てっきり行っただけで死ぬのかなと思ったんですが。じゃあ、前回のステージで毒ガスがあるところ、実は下に潜って敵を倒すことができましたね。ああ、なるほど。じゃあ、ちょっと、おそらくこういうことだとは思うんだが、これ、別になくてもよかったんじゃないか？この、明かり。必要性はあまり感じない。おい、今の会場はちょっとすごいぞ。こいつ。ゲームの都合なのはわかるけど。それは今回ポイント数が少ないな、必要なのが。こういうことか。こういうことっぽいけど危ないな。念のため。おい、あいつらどうしたい。あ、やっちまった。後ろにうまくいくつもりだったのに、しょうがない。ダウン。いけると思うんだけどな、後ろから。こんな感じ。で、うまく、あー、ダメか。よいしょ。一体倒したいな。くそ。あ、いるとは思わなかった。欲張れないな。まあ欲張れないなと言ってもさっきバレたんだけどね。ああ、ちょっと分かったけど。欲をかいて死ぬパターンだ、これ。大丈夫だった。とりあえず一つメダルをゲットしたので。ああ、もうちょっと来いよ、こっちに。空気のようなやつだな。いや、出てきた。ふっ、だってクレートに乗ってそのままシャフトの上まで移動しろ。どういうことだ。できない場合があるのか。落とされるってこと。
ああ、なるほどね。どういうこと？ああ、普通に行けた。もうちょっと何かあると思ったのに。今回が一番ステージとしては面白いんだが、なんかいろいろ操作してるのが楽しい。あれ？これは早めに行かないと間に合わないパターンか？おっと？でも大丈夫だったな。別に普通に行ってても。よくわからん。下から出てる、上から出てるか。あ！引っかかれなかった。似合うか？あ、危ない。超驚いた今。あのレバーはおそらく関係ない。でもあれ、あっちなんかあったっけ。こっちじゃないの。こっちって雰囲気なんだけど、違うのかな。普通に消さそう。倒すための X が出ない。角にいるからな。よし、出た。これ取ったポイントより使ってしまったポイントの方が多いんじゃないかな、正直。裏切り者の顔に一体何があったんや、おっちゃん。そして7000なんだから到底行くと思えない。動かないと一瞬思った。待て、どういうこっちゃ。ああ、待て、よう分からんぞ。どういうことなんや。ここはこうして、ここまでしか行かないの。どういう。ああ、そうか。そうか。こうして、こうか。だけれど、下のやつも同時に動かしていないと無理。間違えた。思いっきり素で間違えた。で、ここであれが戻るのを待機してます。確か戻るんだよな。よし、あらばよし。よし、来た。出た。以上、エデロ。 Hey, I found a way out. It's just past the next room. But there's a rusty old gate blocking the way. マジでか。 There's a way to open it from your side, but be ready. When the racket starts...どうしようかな。もう少し待とう。もしかしたら次あたりでなんかいいもん手に入るかも。もうなんかなかったよ。最後の部屋で死体を3体隠せ。最後の部屋ってどこ？ここなのかな。いねえな。いないんだけど。どういうこと？
あの仕掛けにはどういう意味があったんだ。ああ、なるほど。これで3体ほど敵を倒して隠せってことか。間に合わなかった。あ、上から見れたのか。ここはちょっと難しいな。こいつは通常に倒せる。あとの気をつければいけると思うんだけど。今一瞬終わったかと思った。ああ、クソ、引っかかってくれなかった。こういう死に方が多いな。うっかりミス。ああ、無駄に時間を食ってしまった。またか。この X の出るタイミングがどうもよくわからん。とりあえず、ほい、隠した間に入るのか。入ってるな。あ、クソ、普通にバレてしまった。よし、やばいやばい。あっちにいるな。これも隠れよう。とりあえずシールは取った。ドアが開く、ドアが開くまで時間を稼げばいいだけなのかな。倒された。どういうことだ、どういうことだ。急に敵のいるところに出て何もできないんだが。はあ、なるほど、隠れているのか。ああ、犬はこうやって倒せるってこと。まあ、いったな。敵が全員生き返っているんだが、グダグダやな。ちょっと待てよ、しなくては。しかし本当投入しないとお犬様に抜けないのか。あ、バレるのか。犬にバレてるんだよな。あ、まずい、ラスか。まずったな。うわ、ほんとどうすればいいんだ。ここだって隠れてても犬にバレるだろう。場所が悪すぎると思うんだが、チェックポイントの。だよな、バレるよな。なんとかして犬を倒さないと。
ターいるんだよな。無理だ、クリアできる気がしない。ああ、これはもうアウト。一回死のこう。ここ今まで一番難しいんじゃないのか。うん、もうここだって見つからないで抜け出せないぞ。もうちょっと無理やり感半端ないけど、もうこれでいいや、これでいいやの精神でいきます。こいつがラストなら良かったけど、あ、いけるか、いけた、ギリギリや。もう無理やと思ったわ。Now let's get out of here. 本当だよ、出ようぜ。早、あの子早。今回が今まで一番ひどかった。ちょっとひどかったよ。もうクリアできないと思ったよ。お、なんか出たで。敵を数回にステルスキルで越すことができる。できます。血のささやき。これあれか？敵が落ちた時にちょっとやりにくかったけど、あれが簡単になるってこと？足をアグルすれば走る時の足音を減らすことができる。しかし、門にはならない。これでいいよ。これがあれば大体大丈夫だよ。潜む恐怖とか。ボールの原因と組み捨てる。これらの投げ矢で、正常な人間を恐怖と狂気によって強いることができる。どういうことじゃ。空腹虫、空腹炎症一緒で血に変えます。また生きている敵も食らいつきます。なるほど。あ、出た。お、かっこいい。これで、アクティブなステルススキルはすべて自動的に成功するようになります。ただし、アイテムはチェックポイントで補充されません。あ、これでも、かっこいいから、俺こいつでいいや。正直。かっこいい。So nice to see the moon. あ、でもここだと微妙。We made it to the inner keep. Come on. といったところで今回はここまで。しかしさっきのところ難しかったな。